ジャンポケ斉藤メンバーの不祥事に千鳥大悟が放ったある予言が怖すぎると話題に。10月7日、人気お笑いトリオジャングルポケットの斉藤真嗣氏が不同意性交と不同意わいせつの疑いで警視庁に書類送検された。斉藤氏は9月20日に入院するなど体調不良が続いているとして、全レギュラー番組を降板して活動休止することを発表したばかりだった。今回の事件のいきさつはこうだ。今年7月、東京都新宿区内に駐車中のロケバスの中で20代の女性と2人でいる時に犯行に及んだとみられている。その後女性が警察に相談したことで発覚し、女性は許すことは絶対にできませんと話しているという。そして斉藤氏は任意での取り調べに対し、軽率な行為で相手方や自分の家族に迷惑をかけたことを反省していると容疑を認めているとも伝えられている。早速所属先の吉本興業は斉藤氏の契約解除を発表し、トリオとして活動してきたジャングルポケットは今後おたけ太田博久の2人のコンビとして活動を続けていくことも伝えた。そこで吉本の先輩芸人である千鳥大悟が斉藤氏に対して過去に放ったある言葉とは。書類送検による専門家の意見。この事件は瞬く間にテレビでも大騒動となり、各局が取り上げた。そこで法律の専門家の意見はというと、斉藤氏は弁護士を立て性的行為の不同意を否定しているが、所属する吉本興業は10月7日に斉藤との契約を解除した。早いですよね、吉本興業の対応は。と聞くと、テレビコメンテーターで弁護士の野村修也氏は、犯罪であったかどうかというのはこれからかなりいろいろな事実関係が出てこないとわかんないんですよね。ただ吉本興業としては再退社であって、しかも仕事の場所でそういう行為を行ったっていうこと自体で道義的責任は明らかだっていう立場に立ったんじゃないかと思います、と指摘した。同じくコメンテーターで弁護士の菊池幸男氏も不同意性交などの疑いで書類送検された事件について法律家の観点から解説した。書類送検という状況について菊池氏は、今警察から検察にボールが投げられたというところで、検察がこれから裁判所に行って事件を突き出す、起訴するのかそうではない処分保留、不起訴ということを検察が決めると解説した。今後についても菊池氏は、もし裁判所にこの事件が突き出される、起訴ということになると不同意性交罪というのは5年以上の懲役というのが定められていると、し刑務所に入らない執行猶予という判決を取るには3年まででなければダメなんですね。そうすると5年以上という重い罪の不同意性交罪ということはほぼほぼ実刑が決まるということになります。非常に犯罪としては重い犯罪になると説明した。斉藤氏はこの事件でまだ逮捕はされていない。菊池氏は、通常この犯罪で警察が動くときには身柄を取ります、逮捕と一般的な流れを説明し、ところが今回逮捕されていない。思い出すのはここのところスポーツ選手、サッカー選手とか野球選手とか性犯罪ということで警察の取り調べを受けていながら、最終的には裁判所に事件が持ち込まれるということがなかったという事例が複数ある。これらの事例は逮捕されてない、身柄を取られていないと、近年でスポーツ選手をめぐる類似の事件で不起訴になっているケースが多い点に言及した。その上で菊池氏は、今回も警察が逮捕していないということは、逮捕しないと時間的な制約が捜査機関にはなくなるんですと解説した。逮捕後に警察に与えられる容疑者の勾留期限は20日。逮捕されると20日とか期間制限があって、その中で事件を処理しないといけないんですけど、逮捕していないということは警察としてはゆっくりやればいい、その間にいろいろ様子を見ると説明する。そして菊池氏は、何の様子を見るかというと、斉藤の弁護士がどう動くのか、示談という形で動くのか、その成り行きはどうなのかというのを見定めるという、捜査側にそういう時間ができることになると推測した。そして改めて事件の行方について菊池氏は、どういう結末になるのか、検察がどう処分するのか、まだ少し予断を許さないところがあると思います
と見通した。このスキャンダル発覚に X 上では、こいつほんま何やってんの、大病でも患ったんかなってちょっとでも心配したのがアホらしいなどと、多くの人から失望と呆れ混じりのコメントが寄せられていた。また今回の事件についてメディアによっては、斉藤氏、斉藤容疑者ではなく斉藤メンバーと呼称している報道もあった。ネット上では、メンバー呼びってどういう時に何のために使っているんだろう、不自然、メンバー表記マジ意味わからん、メンバー表記が気になって内容頭に入りづらいからやめてほしいといった声があった。その上で、メンバー表記、おそらく書類送検段階だと逮捕、身柄の拘束も起訴もされてないから容疑者に当てはまらなくてメンバーにしてるのかな、どういう基準なのか謎なんだけど、こんなんメンバーってなるの予想できるとの意見も見られた。千鳥、大吾が放ったある予言。去年の夏も斉藤氏は2度にわたる不丸スキャンダルで窮地に立っていた。まず週刊誌で福岡のキャバクラ店に勤務する女性と関係を持っていたことが暴かれ、さらに2週間後にも今度は元グラビアアイドルにキスやハグを迫っていたことが報じられた。斉藤氏は以前から女癖の悪さには定評があり、まだ表に出ていないネタもあるのだという。ある芸能記者はこう証言する。斉藤の女関係の話はいくつか聞いてましたが、あまり積極的に狙わなかったですね。お相手は素人さんが多く、それこそ SNS で自身の女性ファンと直接 DM とかでやり取りしているという話はお笑いファンの中でも有名でした。まあそれだけ好き者なんでしょう。彼は酒も飲まないし、真面目でネクラというのが芸人たちからの評判です。また週刊誌の芸能担当記者は、1回目の報道が出た際、斉藤は X や出演中の朝の情報番組で不丸報道を認め謝罪しました。しかしもともと好感度が高かっただけに、一気に斉藤さんが無理になったなど辛辣な声が殺到していました。また妻でタレントの瀬戸沙織さんも自身のインスタグラムで謝罪したのですが、夫の遊びは覚悟の上で結婚しましたので小さなことは見逃してきましたがという一言がまずかった、世間から常習犯だったのではという疑念を抱かれる結果になり、火に油を注ぐ形となりましたと語る。1回目の時、番組や CM の降板はなんとか免れたかに見えたが、去年の2回目の報道は仕事にも影響が出た。 MC を務めるラジオ番組の降板が発表され、水曜日のパーソナリティを務める朝の情報番組についても降板がささやかれ始めた。ただ10年以上 MC を続ける競馬番組は変更なく続けていたが、そこで去年の11月、千鳥 MC のロケ番組に斉藤氏が出演した。当時斉藤氏が不丸が報じられたため、みそぎ相席をすることになった。斉藤氏が登場すると大吾は、よう見たらやる顔してるな、こんなもんするに決まってるやん、多分こいつ今後もすると思うよとコメント。相方のノブもするすると同調していた。この時 IR いじりでスタジオには笑いが起きていたが、まさかの今回の的中でファンは騒然とした。これを受けて SNS 上では、千鳥大吾さんのこの手の嗅覚がすごい、予知してた、わら、ジャンポケ斉藤の未来、マジで予言当たってるし現実に起こったのがやばすぎる、千鳥に全て見抜かれていたジャンポケ斉藤などの声が散見された。ジャンポケ斉藤、妻の反論。その斉藤氏といえば、2017年にタレントの瀬戸沙織さんと結婚した。斉藤氏と瀬戸氏は福島競馬場での出会いをきっかけに交際をスタートし、2019年11月27日に長男が誕生した。 SNS のプロフィール欄では愛犬と子供の顔が絵文字で紹介されていた。愛妻家キャラとして高い好感度を誇っていた斉藤氏だが、去年の不丸騒動でイメージは一気に地に落ちた。ある芸能デスクは、妻の瀬戸さんはしっかり叱責し、夫も反省しております、夫の遊びは覚悟の上で結婚しましたと夫を許したことで、この時の炎上はある程度鎮火した、そもそも奥さんがベタ惚れで結婚したわけでもありますし、ただ今回は事件ですから、さすがに今まで通りとはいかないでしょうと語る。
ただ今回も妻の瀬戸沙織氏が10月7日に自身のインスタグラムを更新、事件について言及した。インスタグラムには真っ白な画面を投稿。この度の報道に関しましての書き出しで、関係者への謝罪とともに一部事実と違う報道がされておりますとした。事実関係としましては、相手の方からも好意があり SNS をフォローしたり連絡先を交換していたことは事実で、こちらとしましてはロケバスの中のドライブレコーダーおよびカメラの解析を警察の方に求めていました。一方的な行為ではなかったことを伝えている状況でした。私が弁護士の方から聞いている内容はこれが全てです。とし、続けて。家族がいるにもかかわらずこのようなことが起きたことは擁護する余地もございませんが、私にも守るべき子供がいますのでお伝えさせていただきました。重ねて大変お騒がせをし、ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。と綴った。一方、被害を受けた女性も代理人弁護士を通じてコメントを発表した。女性は斉藤氏について、犯行時、初対面だったとして、斉藤氏の妻が SNS に投稿したコメントに対して、まるで私に非があるかのような事実と異なるコメントが出された。と真っ向から批判した。そして、警察は十分な捜査を遂げた上で書類送検しました、と強調した。その上で、いわれのない非難や被害者を特定しようとするコメントが多く見られるとして、そっとしておいていただきたくお願いします、としていた。ただ事実はどうあれ一度ならず二度までも妻にこのような謝罪をさせた斉藤氏に対し、 X では怒りの声が続々集まっていた。ジャンポケの斉藤君、去年2度報じられた不丸も謝罪し、特に仕事に影響はなかったけど、その時キスやハグを迫ってたって書いてあって、今回の事件は起こるべくして起こったのかな。嫁に言い訳させて身の保身、不丸2回して今回は嫁に守られる、情けない。もうほんと人として終わってるというか、カスすぎるというか、そんなクズと結婚してしまった奥さんかわいそうだし、そんな親持った子供が気の毒すぎる。これらすべてに内容が事実かどうかはまだ判断できないが、いずれにしても斉藤氏の今後の芸能界復帰の道はかなり険しそうではある。そこで皆さんは今回の斉藤氏の事件をどう思いますか？コメント欄で教えてください。